来年もこの舞台立てるように一生懸命頑張りますんで、来年も1年間ボートレース楽しんでください。応援ありがとうございました。観光手の山崎富也、 SD 競争わずか2度目のチャレンジでダービー初登場で若干23歳の青年が奇跡とも破る2回目の勝利を手にします。今こそ桐生に流星が走る。先頭は6号艇山崎、ファースト切り込んだ5号艇の山崎富也、先頭に立つのは白い白い1号艇で山崎富也がグランプリを振り切れずに立って先頭に立った。3号艇の山崎連覇に向かってどうもなるかの一撃。から4番、1番、2番、6番、3番、5番の進入隊形です。優勝戦第12レース今スタートしました。インコースから4号艇、そして4コースから6号艇、4号艇、6号艇が好スタート。1周1マークを6号艇、服部がまくっていく。インコースから4号艇しては抵抗できない。間を割っていった3号艇、6号艇、1号艇が続きますが、1周1マークをまくり出したのは3号艇の山崎智也。2番手には6号艇、服部勇気、さらに後方4号艇、1号艇、2号艇、5号艇が続きまして、1周2マークの接近に進みます。スタートは正常でした。さあミラクルダービーか、3号艇の山崎智也が1周2マークをトップ旋回、全速でいった6号艇の服部が流れました。万事休す。内を突いたのは1号艇の水野からめ。先頭は3号艇、4艇身、5艇身、6艇身と差をつけました。もはや独走態勢、3号艇の山崎智也、2番手には1号艇の水野からめ、3番手で6号艇の服部、さらに後方4号艇、5号艇、2号艇が続き、2周の1マーク、これは奇跡か。3号艇山崎智也がトップ旋回、もはや安全圏独走態勢。2番手には1号艇の水野からめ、上位体系は3番、1番、3位体系も3番手から今度は6号艇服部が接近し、2番手は1号艇、6号艇マッチレース。アウトコースは1号艇水野、インコースから6号艇が接近しまして、2番手足で6号艇がねじ込んでいった。逆転か、6号艇ハッテリ落としまった。1号艇水野が後退する。しかしまたしても2マーク、6号艇ハッテリが流れた。後ろ行った1号艇が、しかし一定心先行、逆転成功は6号艇ハッテリ行き、先頭は完全に独走態勢。さあ優勝目前3号艇の山崎富也、両体系は3番、6番、36態勢で今は3周第1マークの旋回から向こう上面直線コースに入りました。2番手は6号艇、先頭は3号艇、両体系は3番、6番も3番手から1号艇水野が接近しますが、一定心先行は6号艇の服部勇気、先頭完全独走態勢は3号艇の山崎智也。 SD 競争わずか2度目のチャレンジでダービー初登場で若干23歳の青年が奇跡とも呼べる偉大なる勝利を手にします。2番手は6号艇の服部勇気、上位体系は3番、6番、36体制。第44回全日本選手権競争優勝戦、ゴールまであと 30m 先走、3番山崎ゴールイン優勝、2番手6番服部ゴールイン、1番水野ゴールイン、2番松井ゴールイン、4番西田ゴールイン、5番浜根屋ゴールインです。最終決戦第12レースの優勝戦、インコースから3番、5番、2番、6番、アウト1番、4番です。スタート5秒前です。2秒前、1秒前、スタートしました。宇佐美亭は3号艇、5号艇、2号艇、インコースはタッチスタートが1周だけ、ターンマーク、インセス速攻と一斉は3号艇の西田、そして5号艇マクルが流れた。宇宙を捉えて1号艇、6号艇、4号艇が旋回するが、現在先頭は3号艇、2番手争いは1号艇、内から6号艇接近する。ただいまスタートは判定中です。ただいまのスタートは判定中であります。お手持ちの投票券は大切にお持ちくださいませ。3号艇の西田フライング、3号艇西田フライング返還決勝、したがって3号艇に関する投票券は全て返還であります。最後まで大切にお持ちくださいませ。先頭は6号艇の山崎智也、2番手は4号艇の増井茂、上位体系は6番、4番、64体系で今2周出したマークの旋回から向こう上面直線コースに入りましたが、優勝戦は大波乱。3号艇の西田がフライング変換決勝先制に出す。振り上がったの先頭は6号艇の山崎智也、2番手には4号艇の増井茂が続きまして、3番手で1号艇の太田和美、4番手後ろ通った2号艇の浜根、5番手後方は5号艇の西島義則が続きまして、今2周2マークの旋回からホームスレッシュに入りました。すでに安全圏独走体制は6号艇山崎
崎智也、2番手には4号艇の松井茂が続きまして、体勢は6番4番ルクン体系、3番手で1号艇の太田、4番手で2号艇浜宮、5番手で5号艇の西島吉則が続きまして、場内は大歓声であります。今3周1番の旋回から向こう上面直線コースに入りまして、体勢は6番4番、オッズは 17.9 倍となっていますが、先頭は6号艇の山崎智也であります。あの爽やかな甘いマスクに浮かんでいるのはにっこりとした微笑みか、あるいは関東の涙か、全てがドラマチックな大いなる偉業をやってのけました。上州の美しい青木狼が自ら演じたあまりに感動的なドラマの幕切れであります。今こそ桐生に流星が走る。先頭は6号艇山崎、2番手は4号艇の松井、上位体系6番4番ゴールまであと 30m、 先頭6番山崎ゴールイン、優勝ガッツポーズ、2番手4番松井ゴールイン、1番太田ゴールイン、2番浜根屋ゴールイン、最高峰5番西島ゴールインです。2007賞金王シリーズ戦優勝戦、進入ポジション2対2対2のスタイル、進入コース内側から1番6番2番3番4番5番の並びです。スタートしました。優勝戦の第10レース、スタースイートが伸ばしていく1号艇6号艇2号艇、1周1マークの5号、さあまくる2号艇の赤いは抵抗する1号艇の太田、さばっと切り込んだ5号艇の山崎智也、スタートは前提正常でした。5番の山崎が華麗に舞います。5番の山崎は優勝に向かう。追いかける1号艇の太田和美、追走は2号艇の赤岩芳雄、3号艇の今村豊、そして6号艇の城滝、最後方は4号艇の秋山、後ろに枠取って旋回5号艇の山崎、ズバッと切り込んでくる1号艇の太田和美、かわした5号艇の山崎、ガチンと先頭の位置をキープ。1号艇の太田が2番手、その後ろ3番手が接戦、2号艇の赤岩、3号艇の今村が並走、後方は6号艇の城滝、最後方が4号艇の秋山、一周の1枠取って先手は5号艇の山崎、2番手1号艇の太田が行く、そして3番手は2号艇の赤岩、さばいてきた。前回のディフェンディングチャンピオン2号艇の赤岩は3番手で構想、目下のところ上位の体形は5番1番1番です。1周2枠の旋回取って回るのは5号艇の山崎智也、2番手1号艇の太田和美、そして3番手2号艇の赤岩芳雄、上位の体形は5番1番2番、後方は3号艇の今村豊、6号艇の城滝克則、4号艇の秋山直之。優勝戦の第10レースは最終周回に入りました。先頭は5号艇の山崎智也、最初の1枠を取って折り返します。そして1号艇の太田和美が2番手、3番手に続く2号艇の赤岩芳雄です。上位の体育系は5番1番2番、さあ迫る1号艇の太田を抑え込んでいく5号艇の山崎智也、ラストターンマークの旋回に入ります。トップで向かう5号艇の山崎、優勝までもう少し、ラストターンマークトップで折り返す5番の山崎智也、そして2番手は1号艇の太田和美、3番手は2号艇の赤岩芳雄、上位体系512、3連単のオッズ 153.7 倍、先頭5番山崎優勝のゴールイン、1番太田ゴールイン、2番赤岩、3番今村の順でゴールイン、6番城滝、そしてラスト4番秋山ゴールイン。スタート10秒前、いよいよ進入です。インコースから1番6番2番3番4番5番の3対3で間もなくスタート、2秒1秒、今スタートしていきました。さあ今年大一番のスタートはインコースから出ていった1号艇2キロ山崎智也、まずは2塁1号艇の山崎を刺して6号艇真ん中2号艇、あと3番4番5番と回ってきますが、バックスイッチャー網踏みの頂上決戦、先頭に立ったのは白い1号艇で山崎智也がグランプリグリツーで向かって先頭に立った。そして2番手は3号艇2号艇、わずかに5号艇、あと6番4番、なおスタートは正常でした。ランタンマークトップで1号艇人気の中心で山崎智也、そして2番手は全速で2号艇、あとは3番5番6番4番と回ってきますが、さあ2番手はまだまだ接戦で3号艇と2号艇と両者が並んでレーサー2周目と入ります。今年の頂上決戦はインコースから見事に押し切った1号艇の山崎智也が先頭で、そして2番手争いですが2周目のガチタンバーク3号艇のブス島が行って、次で回る2号艇の石野孝之ですが、ここで3号艇のブス島誠、3番手2号艇の石
西野孝之、ここで上位が丸くなりまして132と内訳算定が上位、後方は水替えていって5号艇、6号艇、4号艇の順になっています。第2ターンマークを回りますが、先頭には1号艇の山崎智也、今年の1億円と向かって1号艇の山崎智也が先頭、そして3番手は3号艇の小杉誠、3番手に2号艇の西野孝之、上位が132で、あとは564で選定が最終周回へと入ります。さあ、アビクの頂上決戦で先頭に立っているのは1号艇の山崎智也、ここ見事優勝戦では堂々と陰線から押し切りました。2番手に3号艇の武須島誠、3番手には2号艇の石野孝之、最後のバックステッチは上位が132となっています。1号艇の山崎智也、今年は攻守ともに絶好調で3年ぶりの頂点、見事グランプリ V2 の今年は SGV3 の快挙となります。そして2番手は3号艇の武須島、3番手2号艇の石野孝之、最後の直線コースに入って、今年は文句なしの賞金ランク第1位が見事なナンバーワンで132で、まもなくゴールを迎えます。優勝1号艇山崎智也、ゴールイングランプリ V2、 3番ゴールイン、2番ゴールイン、5番ゴールイン、6番4番がゴールイン。第26回のグランドチャンピオン優勝戦、内の2人は深い、1番6番2番3番4番5番です。スタートしました。3号艇トップタイミングは3号艇の山崎智也、1号艇の上谷が抵抗反発する、2号艇ブロック、3号艇マクヌー、そして4号艇から木沢チョアウリュー、3号艇の山崎連覇に向かってどうもなる角一撃、3号艇の山崎智也、4号艇の瓜生が続き、1号艇の重成が後方からやってくる展開、前提スタートは正常でした。5号艇の重成が2番手ターン、4号艇切り込む瓜生、しかしながら3号艇角からものすごいタッチを披露、3号艇の山崎智也、上位は3番4番5番の体型であります。2号艇の武士島、そして1号艇の上谷、ラスト6号艇の池田浩二が続いています。迫力ターンで押し切る、突き放す3号艇の山崎智也、4号艇の瓜生が2番手、5号艇の重成が3番手、4番手5号艇考えて2号艇の武士島、さらに1号艇の豊谷、ラスト6号艇の池田浩二が続いています。水流で動けば何かが起こる、これこそボートレースでありますが、カードから弾丸ショットを繰り出した3号艇の山崎智也が迫力のまくりを披露であります。ウォーター、これから信じて、そして自らを信じて、グラチャン連覇へ我が道を行く。ターンの美しいフォルムは華麗できらびやか、三千と輝く、これで SG は V11 でしょうか。ファイナル、トモヤカラーのアートに迫るガバゴリ水面上、3号艇の山崎智也、4号艇の瓜生が続き、5号艇の重成は3番手、上位は3番、4番、5番、今最終コーナー回った。キングオブ SG第26回ガバゴリグランドチャンピオンは角まくり豪快な強襲だった山崎智也、上位3番4番5番、先頭3番の山崎智也、グラチャン連覇を目指そう。ゴリン2着4番ブリュー、3着5番の重成、2番の武瀬島、1番の魚谷、ラスト6番の池田、ゴリン。参ります。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番、3対3の分かり進入、1秒今スタートしていきました。さあ、コースタートは2コースから2号艇、4コースから4号艇、6コースから6号艇、偶数コース偶数艇ですが、まずはインから逃げる1号艇の松井茂を指してくる2号艇の井口、真ん中を4号艇の山崎智也、後方から5番、3番、6番で、さあ松井茶突破争いで逃げる1号艇の松井の懐から、さあ4号艇の山崎智也が上がってくる、1号艇、4号艇両者が早くも逃げ出しての突破争い、一騎打ちになって後方4艇が並んでいます。なおスタートは成功でした。ナイターバックに突破争い、4号艇の山崎がコーナーを先取り、突っ込んでくる3号艇、5号艇、1号艇の松井が遅れました。先頭には賞金王初乗りへと向かって4号艇の山崎が先頭に立っています。さあ、レースは2周目へと入りますが、先頭には4号艇の山崎智也、
見事4号手の山崎が先頭に立っていまして、そして2番手の1号手の松井茂、2周目の第3番が取ってもらうのが4号手の山崎、ところを1号手、第2号手の松井ですが、わずかに手に立てて、先頭2番手、4番、1番、その差は2点手から3点手、後方は水が入っていって、2号手、5号手、両者が競っていまして、後ろでは6号手、3号手が競っています。今から第3マークを迎えますが、先頭が4号手の山崎智也です。そして2番手に回る1号手の松井茂、第3マークは4号手、2号手の1号手ですが、取り込んだ。さあ、松井が取り立つ、ここで差が開いた。4号艇、1号艇、その後ろは2号艇の井口が3番手優勢で最終周回へと入ります。さあ今年の頂上決戦2012年の1億円のカットは4号艇の山崎智也が先頭となっています。そして2番手に1号艇、2区の松井が2番手、賞金を V4 ならず、3番手には2号艇の井口義則、最後のバックスリーへと入りました。さあ今年12番目のライジングスターがついに悲願達成で関東地区から新たな賞金王チャンプの誕生となりました。見事4号艇の山崎、引退した妻に捧げるクリスマスプレゼントとなりまして賞金王は初振りです。そして2番手が1号手の松木シール、そして3番手が2号手の井口義則、最後の直線構成と入ってまいりまして、最後の賞金王決定戦は波乱となって4日2となってまもなくゴール、優勝4号手山崎智也ゴールイン、賞金王は初振り、1番ゴール、2番5番ゴールイン、6番3番がゴールイン。今の気持ちを一言だけ聞かせてください。もう最高です、はい、でしょ、はい、もうそうですね、もう嫁さんにもう舞台整えてもらって、もう優勝しかないと思ってたんで、もう良かったです、はい、まあ今年は本当にファンの皆さんがドラマティックな賞金を、ね、願ってくれたから優勝できたと思うんで、はい、来年もこの舞台立てるように一生懸命頑張りますんで、来年も1年間ボートレース楽しんでください。応援ありがとうございました。